らっしゃいませ。夜遅くまでお疲れ様です。どれを買ってくれるんですか？これでいいですか？ありがとうございます。またのご利用をお待ちしてます。次は俺にも頼むぜ。そうだな、どれがいいかな。ゆっくり選んでくださいね。ああ、そうさせてもらうぜ。しかし、こんな時間からエーファちゃんに会えるとはラッキーな一日だな。治療よし、容量よし、頭もよし。アーキュリスでも評判の美人さんだからな。ええ、そうよ。もう少ししたら縁談もたくさん来るんじゃないかい？そういえばドラグラス家の次期当主が決まったって言うし、もしかしたら。お、一気に公爵夫人か。はは、夢が広がるね。あ、夢はありますけど、あまり興味はないかな。生活が一番ですし、私好きな人がいますから。あらま、そうなのかい？それは悪いことを言っちまったね。だな、自分の好きなように生きるのが一番だ。悪かったな、エファちゃん。
じゃあ、お仕事頑張ってね。あれ？本当のことなのに。よし、出かけよう。行き先はっと。